Thank you.
足が完全に止まるまでは横の2人をしっかり握り、足が地面につかないように両足を少し立てておいてください。本日のこのマグロですね、紀州和歌山桂港で水揚げされました。これです、具材ですね、50キロあります。キハダマグロになりますね。マグロの種類の中では大トロ、また中トロは取れない赤身中心のマグロになるんですけども、よくですね、刺身で食べられているマグロ、またですね、この時期、水温がですね、高くなってきましたら、こちらキハダマグロのシーズンになりますね。今は旬の赤身のマグロといえばこちらのキハダマグロに、なっております。またですね、和歌山県は生マグロ水揚げ量日本一になりますので、こちらに新鮮な生のマグロがですね、たくさん取れます。多い時には1日1000本ほど生マグロ水揚げされています。今はですね、解体して、骨だけになりますので、今のうちですね、こちらのロリキのマグロね、記念に写真の方を撮っておいてもらったと思います。また今日のこちら50キロ引き当たるものですね、ロリ1本お刺身なんかにしますと250人前十分取れるサイズになりますね。またこの大きさのサイズに成長してもらっていますと、5年から6年かけてこのサイズまで成長していきます。今日はですね、こちらが旬のキハダマグロをですね、解体しまして、ブロックで即売していきます。
この機会ですね、砂漠で生のマグロね、買っていってください。さあ、中での方始めていきます。マグロはじめに尻尾の部分から切っていきます。はじめからですね、このように尻尾の部分ね、少し切られてるんですけども、なぜ切られてるかと言いますと、マグロの職人はこの尻尾の断面を見てですね、こちらマグロの値段を決めていきますね。線でかけるときにはこの尻尾だけを見るんですけども、こちらキアダーマグロの場合ですね、切った断面のまず身の部分見てください。色がですね、このように赤くなっているマグロ、また真ん中に骨ありますけども、この骨に対して身がですね、きっちりくっついているマグロ、こういうマグロですね、新鮮で美味しいマグロになりますね。また、切った断面ね、この皮の縁のところ見てください。このように白くなってますね。この部分が白ければ白いほど脂が乗ってきているマグロになりますね。ちなみに今日のこちら50キロキアダーマグロで、マグロ1本約30万円しますね。はい、続いてこちらともですね、小骨の部分を落としていきます。マグロの中で一番ね、栄養があるのはこちらの頭の部分だと言われております。普通はですね、ノコギリなんかで切っていく硬い部分なんですけども、関節のところに包丁が入りましたら、このようにスパッといきますね。で、身の下の部分、この部分ですね、ホイと言いまして、ホッタの肉がありますね。肉みたいな食感で大変美味しい部分。またこちら、脳天、通肉とか頭皮と言います。頭の身、見てください。肉がぎっしりになりますね。この部分は頭を丸焼きにする料理、カブテーキにしていただきますと大変美味しい部分になりますね。このサイズだと約2時間ほどかかるんですけども、目ん玉から脳天にかけて大変美味しい部分になりますね。はい、実際カマさばいていきます。カマさばきましたら、このマグロの一番美味しいところ、ハラミの部分出てきます。肥料ですね、このように上に上げまして、よいしょ、切り落としていきますね。そうしましたら見てください、この下の先のところ、ちょっとお客様から見えづらいと思うんですけども、上に比べると少し白くなってますね。この部分からこの腹の部分にかけてが、お魚ね、何でもそうです、一番脂乗ってます。ハラミの部分になりますね。またこちらのカマは1匹につき2枚しか取れない、かなり貴重な部分になりまして、食べ方としては塩焼きの煮付けですね。こんな感じでこちらのカマね、食べてもらうとしっかりいただきます。今日ですね、こちらご用意しました、本マグロですね、カブテ焼き、またカマ焼きなんかもね、こちらショーケース並んでますんで、そちらもね、ご覧になってください。はい、今からですね、マグロこちら胴体でもですね、本格的にさばいていきます。マグロはですね、このように魚体が大きいため、背中腹4つの節に分けてさばいていきます。はじめにさばく部分が背中側の部分になりまして、お客様からですね、ちょっと見えないんですけども、ヒレの付け根からこのように包丁を入れまして、中骨まで包丁を滑らして切っていきます。よいしょ。はい、こうやって続いて縦に割っていきます。マグロという魚はすごく身が柔らかいデリケートな魚になりますんで、このようにですね、さばかないと身が潰れてしまいます。このさばき方を五枚おろしというんですね。身の部分が4つに割れまして、真ん中に骨残ります。5つの部位に分かれるということで、五枚おろし、完成。4分の1、背中側の部分になりますね。筋肉が発達している部分はこちらの背中側の部分となっております。また見てください、こちらの背の部分、さばき方になりますんで、まだ少しね、くすんだ色してますけども、マグロはですね、もう少し冷蔵庫で寝かしてもらいますと、マグロの鉄分が酸素と反応しまして、もっとですね、赤くきれいに発色の方していきます。はい、ですね、こちら腹、脂乗ってますね。腹身の部分さばいていきます。今日ですね、こちら腹の部分から順番にブロックにして即売していきますんで、この機会ですね、今が旬のさばき方のね、生のキアダマグロ買っていってください。同じようにね、腹の方を切り開いていきます。よいしょ。またこちら腹身のですね、このちょうど白くぼんだ部分、この白くぼんだ部分に、マグロは内臓入っていまして、マグロはですね、釣り上げましたら内臓を取って血抜きという作業が行っています。この作業がちょっとでもね、遅れますと、このような生で食べられる新鮮ないいマグロにはならないんですね。また日本で売ってる9割以上がなんと冷凍のマグロだと言われております。
生のマグロ、実はね、10% 未満、かなり少ないんですけども、ここ黒潮市場ですね、残りの1割、生のマグロを使ってますんで、この機会ですね、さばきたて、今が旬の生のキアダマグロで買っていってください。はい、かつてこちら、ハラミの部分から順番にブロックにして、即売していきます。今日はですね、こちらのさばきたて、キアダマグロのブロック、ワンブロック1500円で即売していきます。こちらでね、すぐに食べたい方いらっしゃいましたら、無料でお作りね、させていただきます。醤油、わさびなんかも、すべてこちらでサービスでお付けいたします。また、プラス200円、ご飯代200円かかってしまうんですけども、丼にもお作りすることできます。1個のブロックで、大盛り丼、2人前、十分取れるサイズに切らせていただきますんで、この機会ですね、さばきたて生のマグロ食べていてください。またお持ち帰りされたい方ね、団体のお客様いらっしゃいましたら持ち帰り十分できます。氷保冷剤、保冷箱、こちらで全てご用意しております。生ものですけども、お持ち帰りね、最長10時間全くご心配ありません。またこちらのキアダマグロ、さばきたてになりますんで、冷蔵庫で2日3日問題ありませんので、お土産用やご自宅用としてもですね、さばきたて生のマグロ、この機会ですね、買っていってくださいね。はい、今ですね、ちょっと取りました、こちら黒い部分ですね、この部分、血合いと言われる部分になりまして、生で食べることできないんですけども、生姜醤油なんかで甘辛くですね、炊いてもらったら、角煮なんかにしてもらったら美味しい部分になりますね。マグロという魚、生で食べてもらえる分、というかと言いますと、全体の目方のおよそ半分と呼ばれております。あとの半分はですね、今取りました血合い、それから横にありますカブとカマ、ああいったですね、加熱処理用の部分になりますね。はい、正解でブロックに切りました。今日ですね、こちら油取ってます。ハラミの部分から順番に、ワンブロック1500円で即売していきます。ワンブロック 400g 前後あります。大変大きいブロックで、お作りなんかにしますと3、4人前十分取れるサイズに切ってますんで、まずはですね、こちらハラミの部分から順番に解体しろばですね、あちらのブロック販売庫の方に並べていきますんで、この機械ですね、黒潮市場名物の生の声をね、はい、こちらはちょうど半分ですね、さばきまして、続いて取っていく身、皆さんご存知かと思います、こちらの骨についてる身を取っていきます。この部分ですけども、中落ち、またせせりと言われる貴重な部分になりまして、包丁ではですね、取ることができないんで、スプーンでかき集めて取っていきます。こちらの中落ち、マグロ屋さんのまかない料理なんかに回される貴重な部分になるんですけども、今日ですね、特別にこちらの中落ちのですね、皆さんに試食として食べてもらいます。解体資料ですね、あちらのブロック販売コーナーの前に、今日ですね、特別に中落ちのね、試食として出していきます。まずはですね、皆さんでこちらの貴重な部分で、ね、中落ち味見の方をしてもらって、その後に美味しいと思ったお客様、この機会ですね、さばきたて生のマグロ買っていってください。スーパーなんかに売っている中落ちね、冷凍の中落ち多いと思います。生の中落ちはこのようにさばいてるところでないと食べることができない、かなりね、貴重な部位になっております。50キロキアダマグロからでもちょっとしかね、取れません。貴重な部分なんで、皆さんでね、分け合って味見していってください。またこちらのショーケースですけども、ブロックね、またお寿司、短冊、たくさんいいマグロ並んでおります。ショーケースにね、並んでるマグロ、すべて今日さばいた生のマグロになってますんで、この他ですね、黒潮市場名物の生のマグロね、買っていってください。かつてこちら中落ち、特別に皆さんに試食でね、食べてもらいます。あちらの、ブロック販売コーナーの前に試食としてね、出していきます。ちょっとしかありません、貴重な部分なんで、皆さんで分け合ってね、中落ちの味見していきます。はい、マグロ最後に骨外していきます。マグロですね、ひっくり返さないで骨だけ外します。なるべくですね、骨に身をつけないようにさばいていくのが職人技。包丁ですね、骨に透かしながら慎重に切っていきますね。よいしょ。
はい、これで骨外れますね。今から骨外しますと、セイハラ骨だけになりまして、5枚よろしの完成になります。よいしょ、はい、こちらマグロ、マグロになりまして、昨日もですね、泳いでたマグロになります。骨だけになりまして、5枚よろしの完成になります。エルスパスの方を教えられます。はい、お願いします。
扉が閉まります。ご注意ください。
扉が閉まります。ご注意ください。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 
ください。扉が閉まります。ご注意ください。
そんな気持ちに立てるのは